アップルウォッチですよ。アップルウォッチだからこれほら、アップルウォッチ、はい、これほらアルマイトのね。こちらはお名前教えてください。カクです。あ、カクさん、木工職人の方でございまして、今日はどんなものを販売したんですか。あ、今日はですね、売ってるっていうか、はい、こういう雑木っていうんですけど、はい、木、日本って結構森林が多いんですけど、はい、まあ家具とか建築とか製品になる木って、うん、まあまあ限られてるんですね。だけど、そういう木じゃない木ももっと生かしていこうっていう、変わった製材所のおっさんが三重県、うん、三重やったっけ三重の大台っていうところにいて、ビーバーのおっさんって言うんですけど、ビーバーのおっさん、そうそう、その人がこういう変わったいろんな木を集めてて、そのとおじさんのところからこう板を奪ってきてですね、仕入れて、この枝、うんうん、この枝をコルキの枝を足にしてこういうスツールを敷地作ってくれたんですね。上手に皆さん作らはるんですか。上手に作らはるんですかは、店長に。あ、店長、上手に皆さん作らはります。あ、もう今まさしく、はい、あ、ほんまや、上手にできてる。ちょっと立ててみて。あ、わー、すごいやんか。あ、しっかりしてる。どうですか、作ってみて。楽しかったです。よかったです。可愛らしいね、やっぱりね。さあ、続いてはこちらでございます。アルマイト加工をされてはる桐島さん。桐島です。よろしくお願いします。アルマイト加工って何ですの。アルマイトはアルミに染色したり、うん、アルミをツヤ出したりツヤを消したりする仕事です。こういう風な、ね、大丈夫ですか。ね、はい、化粧品のキャップとかにも使わはるらしいよ。今回はその体験もできる、はい、なんか理科の実験みたいになってますけど、え、こんなん使いますの。ここだけ実験室みたいな。いや、ほんまやね。え、今ちょっとどんな風な過程でやるか。これが元々のアルマイトした状態なんですけど。あ、アルマイトした状態はね、電気を、ね、それが最初はアルミなんです。アルミなんですけど、その上にアルマイトした状態、硬い皮膜をつけるんです。一円玉って、はい、白くなってるのを見られたことないですか。え、白くなった一円玉、はいはいはい、使い込んで、はい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 、酸化皮膜っていう皮膜をつけた状態なんですね。ほう、その皮膚があるから錆びにくいって言われてるんですけど、はいはい、自然にできるんで、やっぱり薄いんで傷が入ったり、環境によっては錆びが進んでしまったりするんです。なんで人工的にその酸化皮膜っていう皮膚を分厚くする作業がアルマイトっていう。はい、ほんで今のはそのアルマイトしたものです。この皮膚1センチあたり大体ね100億個ぐらいの穴が開いてますので、その毛穴に色を入れるみたいな染色。え、実際これをほんなら、はい、色がその100億個の穴に付着する。今入っとるわけですな。あ、へー、入りました。あら、え、めっちゃ綺麗に一瞬で。そうなんです、まあ、長くいれば入れるほど濃くなる。あ、ほんまや、だいぶなんかこう赤っぽくなったね、はい、赤が強くなったね。すごい。アルマイトしたら絶縁になりまして、電気も通らなくなったり。電気を通さないところに必要に応じて使うことができる、はい、正解です。例えば電気通さなくてところ、腕時計とか。あ、いいんですか。あ、ほんまですか。本当ですか。当たったの。当たったのかな。アップルウォッチとかも、ね、アップルウォッチ、アップルウォッチですよ。アップルウォッチだからこれほら、アップルウォッチ、はい、これほらアルマイトのね、ほらこれじゃアルマイトしてるってことですか。されてますね。はあ、だから結構身近にあんのよね、うん、アルマイト何言ってたのに。いや、お前持ってた。そうやで。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。